19年全米女子オープン発射の渋野ひな子23イコールサントリーが22日23日に開幕する全米女子プロゴルフ選手権の前日練習を行った会場の米メリーランド州コングレッショナル CC は午後にライブで一時中断再スタートも再びライブでコース練習場ともにクローズとなった 渋野日向子は午後の練習中に中断となりその後ショットパット練習で終了したショット練習の際にはトップの位置やアドレスの向きなどを入念に調整練習ラウンドとプロアまで今週は2ラウンド今日も練習でちょっとずつ良くなってきているかなという印象はあるので 試合の緊張感の中でどれだけできるかなという感じですと話した。この大会で、米イツアーは16戦目を迎え、シーズン半ばを迎えた。最初はトントンと結果が残せて、トップ10も3回入れたけど、それ以降は結果が残せていないので、もうすぐ終盤だから、しっかりこのメジャーで結果を残せるように頑張りたいと。 強い思い思を口にした全米女子プロゴルフ選手権も今回で3回目となりいつも素晴らしいコースでやらせてもらっている難しさも全米女子オープンと違った難しさがあるので毎回毎回1ラウンド終わって頭と心が疲れるようなセッティングをやらせてもらえるのでかなり勉強させてもらっています。 メジャーへの思いも初めて出させてもらった全英女子オープンで優勝したから本当に散々な結果しか残せていないまた違う新しい自分で挑んで良い位置で戦えるように頑張りたいと思わせてくれる大会かなと思うと語った今大会の目標をしっかり4日間戦えるように頑張りたいと話していた 渋野ひな子気分転換で動物園にへゴリラって本当に人間だなって思うなぁ。米女子ツアーの今季メジャー3戦目。全米女子プロ選手権は23日。メリーランド州のコングレッショナル CC6894 ヤード。パー72で開幕する。渋野ひな子23イコールサントリーが公式会見に臨み。 調子は微妙ですけど4日間回りたいと意気込んだグリーン上ではパッティング練習を繰り返し距離感と傾斜を確認した前週は予選落ちその後、気分転換を兼ねてノースカロライナ州の動物園に足を運んだ癒してくれました白いキツネがめっちゃ可愛かった ゴリラって本当に人間だなって思うなあと笑った今週もタフな設定だが噛み合えばビッグスコアを狙えるのが渋野ひな子の魅力メジャーということでもう少し頑張らんかなっていう気にはなると前を向いた渋野ひな子グッドコースと英語回答笑顔の見どころ紹介に「米反響良い答え」 全米女子プロ選手権渋野日向子が見どころを紹介した様子とは、米女子ツアー、ルプガの今季メジャー第3戦、全米女子プロ選手権が23日、メリーランド州コングレッショナル CC6894 ヤード、パー72で開幕する。ルプガは今大会を見るべき理由を、出場選手が語った動画を公開。 渋野ひな子、サントリーも登場し、グッドコース。と笑顔を見せた。米ファンからは、良い答えね。いつも通り見る。と、反響が集まった。複数の選手が見どころを紹介する中、渋野ひな子も笑顔で登場した。オレンジ色のシャツにキャップ姿。質問者の方を見ているようで、 グッドコース。と、英語で答えた。力強く、サムアップポーズを決めて、ウフ,フフフフと白い歯をこぼした。動画を公開したのは、ルプが公式インスタグラム。文面に、ファンが、今週の大会を見るべき理由と記し、各選手のコメントを紹介した。他の選手たちも、見ない理由はないでしょう。 世界最高の女子ゴルファーたちがプレーしてるんだもの、メジャー大会だからよと笑顔で答えている。コメント欄には、米ファンから待ちきれないわ。素晴らしいコースに素晴らしい選手たち、みんな見るべきよね、良い答えね。いつも通り見る。と、注目が集まった。今季からループがを主戦場にする渋野日な子は、 海外メジャー第1戦シェブロン選手権で4位4月のロッテ選手権は最終日まで優勝争いを演じて2位だった今大会初日はレキシー・トンプソン米国チャーリー・ハルイングランドと同組でスタートする